ニトロ Vlog のリリです。1月の下旬になりますが、もう1ヶ月終わるの?って感じです。さて、今日の動画ですが、2022年1月21日にクラウドファンディングサイト幕開けで先行予約が開始されたマッコ電動クリーナーを紹介します。掃除機の最上位といえばダイソンのイメージだけど、最近は水拭きができるクリーナーの新製品が増えてきているみたいです。まあニトロ Vlog のチャンネル視聴者の人にはあまり興味がないかもしれないけどね。さてマッコ電動クリーナーですが、一般的な掃除機と同じ吸引機能に水拭きができるモップ機能がついている商品です。日常的な掃除で使う床のホコリの吸引はもちろん、料理中に落としてしまった生卵、床にこぼしたジュース、パスタだって一般的な掃除機では吸引できない生ゴミや液体ゴミもスイスイ吸い込んじゃうそうです。さらにこのクリーナー、 500ml の水に対し 5g の食塩を溶かした食塩水を浄水タンクに入れるだけで除菌効果のある次亜塩素酸水を自動生成して掃除しながら除菌もできる優れものみたい。自節柄除菌ができるのは良いかもしれませんね。だけど水や食塩水を使うのってメンテナンスが面倒なんじゃないと思うかもしれませんね。マッコ電動クリーナーはセルフクリーニング機能を搭載していて、ボタンを押すだけでブラシローラーを自動的にクリーニングしてくれるんだって。浄水タンクも汚水タンクも水洗いができるのでお手入れも簡単。なんか超万能そうですけど本当なのかな。この商品正式発表前ですが、サンプルを事前にお借りすることができましたので、実際に商品や使用感などを確認しました。それでは、行ってみよう。まずは、簡単にパッケージと付属品をご紹介します。白の外箱は、商品写真が印刷されたパッケージで、かなり大きなサイズでした。中身を取り出すと、こんな感じなんだけど、一般的な掃除機とは異なり、先端の交換ノズルがありませんね。本体以外のアクセサリーは、取扱説明書に充電スタンドと電源アダプター。あとは、クリーニングツールと掃除ブラシに分解用の六角レンチ。アクセサリーの構成はシンプルですね。取扱説明書は、ちゃんと日本語の記述があるから、組み立てや使い方に悩まなくても良さそうですよ。このクリーナー、ニトロ Vlog の動画を編集しているニトロさんのおばあちゃんに使い方やメンテナンス方法を説明して、実際にしばらく使用してもらいました。使用方法を説明するときにわざと牛乳やジュースをこぼして試してもらったけど、本当に汚れの上をなぞるだけでしっかり吸い取ってきれいに仕上がるから、おばあちゃんもびっくりしていました。その後、使用した感想を聞いてみたんだけど、吸引能力がしっかりあるので、掃除機としても利用ができるし、やっぱり、フロアのモップ掛けとして利用すると、フロアが綺麗になって、さっぱり、すっきりするみたい。あと、ゴミ処理も簡単だし、タンクやローラ部品が水洗いできるのも良いって言ってた。本体は少し重量があるけど、取り回しはそれほど大変ではないって。スイスイ掃除できるみたい。私が使ってみて感じたのは、やっぱり本体のサイズと重さ。特に充電スタンドが大きいので保管場所は考慮した方が良さそうです。あとローラーモップの自動クリーニングは良いけど、動作中は結構大きな音が出るのも気になったかも。まあ1分で終わるんだけど、水拭きや除菌がしたい綺麗好きな人や小さなお子さん、ペットのいるご家庭には
重宝する製品なんじゃないかと思いました。はい、マッコ、電動クリーナーについて簡単ですがご紹介しました。こちらの商品は冒頭で解説した通り、クラウドファンディングサイト幕開けで先行予約を受付しています。概要欄に URL を貼っておくので、気になる人はチェックしてみてくださいね。あとニトロブログでもレビュー記事を公開しているので、合わせてご確認ください。そんなわけで今日の動画はおしまい。ニトロ Vlog では主にゲーム関連のガジェットを中心とした動画を作っていますが、今回みたいな生活家電もいろいろ紹介したいですね。よろしければチャンネル登録してください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあまたね。